はい、皆さん、はじめまして、アイズオンリーです。私は1967年生まれの現在53歳になりました。高校生からですね、バンドを始め、漠然とプロを目指していました。ある時、デビュー後に土佐回りをされていたバンドの方に現実の厳しさを教えていただき、当時一番大切だった彼女、今の嫁さんですけど、早く一人前になって親に認めてもらいたいと、21歳でバンド活動は諦めました。その当時ですね、青年実業家になると大志を抱いて、まずはですね、手に職をつけて、お店を出すんだと思い、美容師になることを優先することにしました。当時の美容室は、男性美容師が少なくてですね、縦社会が厳しい女性社会でしたね。女性の先輩に口答えすると、襟首をね、掴まれて、なんだいいよとねみたいなね、そんな掴まれたこともありますね。その当時私はですね、一旗あげるまでは絶対に地元には戻らない、彼女友人との連絡は一切取っていませんでした。でも彼女のことはですね、やっぱ気になるものですよ。どげんしよっとかなってね、ちゃんと家におるとかなみたいな。その当時はですね、私福岡市内に住んでいまして、彼女は佐賀だったんですよね。で、福岡県と佐賀県の間に、ある三瀬峠があるんですよね。そこの峠を越えて、彼女の部屋の電気がついているのかを見ながら、一人前になったらね、必ず迎えに来ると誓い、帰りの峠を攻めてました。まあ、この辺りのですね、エピソードはですね、もうまだまだですね、もう相当長いエピソードになってしまうんで、ここはちょっと端折りたいと思いますけど、またね、機会がありましたらこの辺りの、私のね、走り屋時代の話もちょっとしてみようかなとは思ったりもしますけどね。またですね、後日この後の僕の53年間の、今に至るっていう動画をですね、アップしたいと思いますので、チャンネル登録高評価低評価でも別に構わないですけど、何かリアクションをいただけると、私の、このね、動画を作る原動力にもなりますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどいただけたら大変助かります。ではまた次の動画で、バイビー。